常磐高速バス、つくば常磐高速バスは、主に JR バス関東が運行に携わり、主に東京駅から常磐自動車道を経由して運行する高速バス路線群である。常磐自動車道を経由する高速バスは、各路線ごとに奇跡にちなんだ愛称が設定されており、常磐高速バスは正式な路線総称として設定されたものではない。しかし、 運行事業者である JR バス関東は各路線群の総称として利用者向けの案内として公式サイト上で使用している上バス雑誌バスジャパンにおいても運行事業者の担当者が執筆した記事において常磐高速バスと呼称しているまたこれらの高速バス路線沿線に所在する施設において公式サイトの交通案内で常磐高速バスと表記しているケースが 複数存在するほか、利用者用駐車場を併設した高速バス、乗降場に、常磐高速バスターミナルと掲示する事例も存在するなど、利用者、事業者の双方に使用されている通称であることが、伺える。本校では、公式サイト上で、常磐高速バスという名称を使用している、JR バス関東が運行に携わる、高速バス路線群について記述する。 常磐自動車道には共用開始してからしばらくは高速バス路線の設定が行われていなかった。これは国鉄常磐線に特急列車が多数設定されていること、採算性に関してリスクがあったことやなどが理由として挙げられている。その筑波研究学園都市も開発の進展により東京方面との移動需要が多くなった。当時、 つくば研究学園都市の研究学園地区への直通交通がなく、東京都心まで一般路線バスと鉄道を乗り継ぎ約2時間かかっていた所要時間が高速バスの直行便を運行した場合40分から60分程度短縮されると見込まれた。すでに鉄道利用が定着している状況下、どの程度の需要を見込めるかは未知数であったと関係者は解雇している。 最終的には、1日16往復で、1便あたり20人程度の利用者数を見込むこととして、東京駅とつくばセンターを結ぶ高速バス、つくば号の運行が開始された。つくば号は開業後1ヶ月で1便あたり30人以上の利用者数となり、さらに3ヶ月後には1便あたり39.9人と、東名高速線を上回る状態となった。利用者の急増に対応し、 開業5ヶ月後には1日30往復に増便、さらに1988年8月には1日56往復に増便された。つくば号が非常に良好な成績を収めたことから、JR バス関東では常磐自動車道を経由する高速バスの路線展開を進めることとなり、1988年4月27日からは東京駅と水戸駅を結ぶ、 水戸号の運行を、同年6月1日からは、東京駅と日立駅を結ぶ、日立号の運行を開始した。いずれの路線も、鉄道と完全に並行する路線となったが、水戸号は、半年で1日平均利用者数は700人程度と、当初の計画を超えた実績を記録、日立号も1日平均利用者数は180人程度と、ほぼ当初計画通りの実績となった。 利用者数は順調に増加したが当初から予想されているにもかかわらず置き去りにされ解決の見通しが立っていなかった問題点があった。経路上にある首都高速道路6号向島線の渋滞である。当時の首都高速道路は中央環状線の江北ジャンクションと板橋ジャンクションを結ぶ区間が開通しておらず都心に向かうところで放射線の3本が まとまってしまうという構造だったため、6号、向島線の渋滞はよく知られていた。さらに、この渋滞は、早朝、深夜を除けば、ほぼなくなる、時間のない工場的な渋滞であった。これに対して、各路線とものボリビンの所要時間の設定を20分から30分、程度多く設定するという、渋滞による遅れを見越したダイヤ設定として、対応していたが、 それでも予定時刻より遅れることは多く、利用者も30分程度の遅れを見越して乗車する状態であった。水戸号などでは、通常は途中休憩なしのところ、大幅な遅延が予想される場合は臨時に森やサービスエリアで休憩するケースも見られるようになった。利用者も、この渋滞を問題視しており、筑波市内で発行されている新聞、筑波の友が、 つくば号利用者に対して行われたアンケート結果によれば、快適性に関する項目においては、不快と極めて不快を合わせて48%程度に上っており、その理由として挙げられていた回答のうち60%が渋滞であった。さらに、渋滞の心配のない下り便のみ、常磐高速バスを利用して、上り方面では渋滞の心配のない鉄道利用と、 する利用形態が増加することになった。つくば号の1988年10月における乗車率を例にすると、下り便はほぼ100%であるにもかかわらず、上り便については50%を割り込む状態となっていた。このように、常磐高速バスにとって、渋滞は大きな問題と化していたため、運行事業者でも何らかの対策を行う必要があると判断された。 綾瀬駅、上野駅を経由1988年11月11日に開業した岩木号では運行に東武鉄道が参入したことから上り便に限り一旦首都高速を貨幣ランプで降りて東武鉄道の営業エリアである綾瀬駅に停車することとした。これにより渋滞がひどい場合は途中で下車して鉄道を利用することで 利用者が到着の大幅な遅れを回避することが可能になった。この結果を受けて、1991年より、時は高速バスのボリビンについては、経路変更が行われ、いわき号を除いて、平日、土曜日には、上野駅に停車するようになった。以後開設される路線では、渋滞回避のために、同様の経路が設定されることとなった。上野駅は当初は、 入り口での校舎であった。つくばエクスプレスとの連携2005年につくばエクスプレスが開業すると直接競合する江戸川大線が後に廃止、つくば号は減便と大きな影響を受けたが直接競合しない路線では逆につくばエクスプレスとの連携を行うことで渋滞対策とする方策も行われた。これは首都高速道路6号三郷線のヤシを パーキングエリアがつくば、エクスプレス、八シ駅に近接していることを利用し、乗り継ぎ割引運賃として、八シ駅から、秋葉原駅までを100円で乗車できるようにしたもので、2008年6月16日から、上層ルート、ミト号日立大田号日立大宮ルート、日立号において、乗り継ぎ扱いを開始した。当初は実証実験であったが、 一定の効果が見られたことから2009年4月1日より本格的に運用を開始、同時に江戸崎線と、勝田東海号も乗り継ぎ割引の対象に加わることになった。外千地区間開通による渋滞間は2018年6月2日に東京外環自動車道の三里南インターチェンジ、高谷 JCT 間が開通したことにより、 首都高速道路6号三里線などの渋滞が緩和されたことを受け、同年11月1日から岩木号において、土休日の上り便の一部を綾瀬駅、浅草駅通過とし、新宿岩木号において王子駅、池袋駅の停車を取りやめた。同年12月1日からは、北地号、三戸号、筑波号も土曜日に、都営浅草駅、上野駅は経由しなくなった。 上り、全便を、東京駅直行便か東京外角、環状道路の開通や首都高速道路の車線像により、常磐高速バスの経路である首都高速道路の渋滞が大幅に緩和されたため、2021年6月7日の始発より、すべての曜日で、つくば号、水戸号、日立号の上り全便が、宝町出口を使う、東京駅直行便となり、 浅草駅と上野駅の校舎扱いが取りやめとなる。いずれの路線についても JR バス関東が共同運行や運行支援などで運行に携わり、東京駅の JR バスのバスターミナルやバスタ新宿から出発し、一部路線を除いて現地のバス事業者との共同運行を行っているという共通点がある。また、 首都高速道路の渋滞に対応して、上り便の所要時間については、いずれの路線も20分から30分程度多く、設定されていることもすべての路線について共通する事項である。単独記事のある路線については、各記事を参照のこと。2000年10月1日に1日18往復で運行開始した路線で、東京都千代田区から埼玉県三里市を経由し、吉川市、 北勝飾郡松伏町を結ぶ。松伏町が直通バスの開設を JR バス関東に要望していたことを受けて日常流動への対応のテストケースとして開業した。開業に対して松伏町は松伏バスターミナルを整備して対応した。運行開始当初は常磐自動車道流山 IC から流山有料道路、 松戸の大有料道路を経由していたが、2002年3月1日からは、常磐自動車道三里 IC から一般道に下り、三里団地、吉川駅経由に変更された。当初から乗客が少なく、2003年8月1日からは、三里団地内の経路を変更。松伏発着便を18往復から12往復に、減便、代わりに、吉川折り返し便を3往復新設、また、 同日深夜より、深夜便、ミッドナイトミサと、吉川号を運行開始するなどして、需要喚起を行った。しかし、2004年8月1日には、松伏発着便を12往復から5往復に減便し、減便した7往復分のうち3往復は、吉川折返し便として存続、吉川折返し便は6往復にするという減量化が、図られたダイヤ改定が行われ、 2005年4月1日からは、深夜便を含めても折り便のミニ便に削減されたが、深夜便については2006年10月1日より、松伏まで延長されるようになった。運行開始以来、JR バス関東の単独運行である。運行開始当初は予約不要であったが、高速バスネット稼働後は座席指定予約制をとっている。 運行系統歴史1987年4月1日に運行開始した路線で JR 東日本となってから初めて新設された路線である。本路線は開業以来利用者数が急増し、つくばエクスプレス開業までは、時は高速バスでは最も利用者数の多い路線で、混雑対策として全長15メートルの長大バス、メガライナーまで導入された。 つくばエクスプレス開業後は利用者数が減少し、運行便数も削減されている。茨城空港線東京駅と茨城空港をノンストップで結ぶ路線として、2010年5月27日から関鉄観光バスの主催による開園性ツアーバス形式で運行を開始した。当初は東京駅では単ヤ共駐車上発であったが、2010年6月19日からは路線バスとして、 関東鉄道が運行を担当することになり、JR バス東京駅発着に変更された。2017年10月29日改正のダイヤでは、平日は1日8往復、土日は1日9往復の運行。所要時間は東京駅茨城空港が1時間40分。本路線は長らく茨城県から補助金を受けて運行されており、 茨城空港発着の航空機を利用する場合は、片道500円と大幅に割引されていたが、2019年度をもって運航補助金が打ち切られたため、2020年4月1日より、運賃は一律1530円となり、新たに小児運賃、障害者割引を導入している。なお、2021年4月現在、新型コロナウイルス感染症拡大のため、 全便で運休となっており、再開の見込みは立っていない。東京駅単野京駐車場と畜生し、桜川市を結ぶ路線として2019年7月23日に運行を開始、1日3往復運行。桜川市内は、岩瀬駅、岩瀬中央公民館入り口、ゆららの湯、畜生市内は、道の駅グランテラス畜生、下立駅南口に停車する。 上り東京方面行きでは、ヤシオ PA でも、降車可能。ハイウェイバスドットコム、茨城交通高速バス予約センターで予約受付、JTB た取扱いコンビニ予約、決済可能。東京駅と、笠間市を結ぶ路線として1999年2月1日に、運行を開始。 当初より、茨城交通の単独運行で、JR バス関東は運行支援のみ担当していた。鉄道では直行できない区間を結ぶ路線であったが、運行区間延長や、運賃割引などの営業施策を展開したものの、輸送人員の伸び悩みにより2007年10月31日、限りで運行を休止した。その後、2012年6月1日より、秋葉原駅発着で、 友部駅を経由せず旧笠間市のみで乗降扱いを行う路線として運行開始。2013年4月18日には栃木県域となる益子駅まで路線を延長、新たに関東焼き物ライナーの愛称が付けられることとなった。土日祝日を中心として乗車率が高いことや通過地であった茂木町からの要請により同年9月1日から 土日祝日に一往復増便するとともに、茂木町内に一箇所バス停を増設した。なお、これに先立つ2011年には、3月11日の東北地方太平洋沖地震で、常磐線が普通となった際に緊急支援バスとして、笠間市役所西秋葉原駅間を運行した。新型コロナウイルス感染拡大の影響による移動需要の減少に伴い、 2020年3月23日より一部便を運休。同年5月11日から7月2日まで全便運休。7月3日から一部便の運行を再開。2021年1月15日より当面の間全便運休。同年3月13日より1日1往復の運行を再開。百八十八年四月十七日に JR バス関東。 関東鉄道、茨城交通の三者共同運行で運行開始した東京都と茨城県水戸市を結ぶ路線である。当初は一ルートのみの1日10往復で、水戸市内では3カ所に停車していた。その後バス停設置の要望があったことから、停車地の増加を行ったほか、2000年12月1日には、北関東自動車道の一部開通に合わせ、茨城県庁を経由する。 県庁ルートを新設した。なお、県庁ルートは当初新宿駅発着であったが、後、東京駅発着に改められている。さらに、2008年6月16日には、水戸北スマートインターチェンジ、茨城大学を経由する茨大,大ルートを新設している。2010年9月17日時点では3ルート、合わせて、平日1日52往復、土曜、日曜、 祝日1日58往復が設定されている。2010年9月17日より、深夜バス、ミッドナイトミッド号の運行を開始している。2018年7月16日より、商船三井フェリー大洗苫小牧航路に、接続する1往復が大洗フェリーターミナルへの乗り入れを開始した。当該便は、茨城交通運行便であるため、交通系。 IC カードの使用は不可。また、大洗フェリーターミナル発着の場合、ツインチケットの利用もできない。本路線では、規格乗車券として、三戸豪と三戸駅茨城港大洗港、区間連絡バス、商船三井フェリー、北海道中央バスが運行する、高速と真駒以イ号の各乗車、乗船券を組み合わせた東京、札幌連絡切符、 パシフィックストーリーを2009年4月1日から発売している。この切符と組み合わせた連絡切符として、北海道中央バスが運行する高速フラノ号の乗車券を組み合わせた、フラノ、ストーリー、北海道中央バス、JR、北海道バス、道北バスが運行する高速旭川号の乗車券を組み合わせた、旭川、 ストーリー、北海道中央バス、JR、北海道バスが運行する、高速オタル号の乗車券を組み合わせた、オタル、ストーリーの発売も行われていたが、2019年9月30日をもって、販売を終了した。運行系統歴史、かつた、東海号1996年12月20日より、JR バス関東と茨城交通の、 共同運行により運行を開始した東京都と茨城県日立中市、東海村を結ぶ路線である。2000年3月19日には北関東自動車道の一部開通に合わせてルート再編成が行われるとともに1日中に往復に増強された。しかし、2007年3月16日に中条経由のルートは廃止され、 2008年4月25日限りで JR バス関東は直接運行から撤退、茨城交通の単独運行となっている。同時に減便され、2014年8月23日時点では1日、7往復が運行されている。なお、うち1往復は安全運転中央研修所を経由する。歴史、かつた、東海号茨城交通、新宿。 東京日立大田線運行開始当初の JR バス、関東便。当初は新宿発で午前便があった上、全便森や SA で休憩していた。宇ばら、高大田営業所に到着した JR バス、関東便。旧発着地であった宇ばら、高大田営業所。運行を終えた茨城交通所属車両の隣に見えるのは JR バス関東所属車両。 現在 JR バスの車両をこの場所で見ることはできない。1989年10月11日に4往復で運行を開始した。JR バス関東は新たな拠点として新宿駅南口にバスターミナルを設置したが、そのターミナルを使用した初の中高高速バス路線である。交通新聞社、高速バス時刻表やインターネットの予約システム、高速バスネットでは、 日立大田号という愛称が設定されているが、茨城交通においては、大田号と記載されている。当初より日立大田から東京への往復を主眼としたダイヤであったが、運行開始当初、新宿発、第1便は午前中の出発であった。しかし、利用者数が伸び悩んだため、数年後に日立大田から東京への往復に特化したダイヤとなったため、 東京からの日帰り往復利用はできなくなった。この時に下り便が東京駅経由に変更されている。また、4を往復中に往復が季節運行便とされた。その後、中、東海ルートや日立大宮ルートの新設などがあり、道路線も増便減便を繰り返すが、乗客数が増加に転じたため、2002年7月20日より、 毎日運行便4往復体制に戻されている。さらに2007年3月16日からは、中勝田線廃止分のうちに往復が配分され、1日6往復に増便された。また、日立大田の発着地が奪われ、高大田営業所から市内中心地に新設されたバスターミナルへ移転した。なお、9発着地の奪わ 高大田営業所での乗降は行われないため、日立大田駅近隣住民にはむしろ不便になった。上り便については、浅草駅の都営地下鉄浅草線の駅前に、校舎バス停が新設されたことで同線と東京メトロ、銀座線や東部伊勢崎線への接続が可能になり、利便性が向上した。なお、この改正で一部便が、東京駅発着に変更された。 2008年11月からは JR バス関東が運行する全便を JR バステックが運行受託している。2016年4月4日より新宿駅の発着場所がバスタ新宿に変更された。2017年4月1日より JR バス関東が運行から撤退し、全便、茨城交通が運行を担当する。 JR バス関東は引き続き運行支援業務を行う。運行経路、バスタ新宿東京駅5番乗り場、日本橋口は、東京駅業の三重の駅と A 浅草駅、八シ PA、中インター中市役所入り口ぬ方南郷道の、駅日立ち田う田駅入り口日立ち田市し、高速バスターミナル歴史その他新宿、東京日立大宮 大五線茨城県の北西部の国道118号沿線と東京を結ぶ高速バス路線である。従来、この地域の公共交通機関は事実上水軍線のみで東京に出る場合も水軍線で水戸駅まで出て上磐線に乗り継ぐのが主であった。2001年4月1日に3往復で運行開始。その後増便の上、 2003年8月1日からは一部便をカラス山まで延長し、2004年2月20日からはさらに延長され、カラス山系統に往復、大後系統に往復となった。その後カラス山系統は短縮、減便が行われ、直接運行から撤退、運行支援のみ担当している。ウェブ上やチラシなどの案内においては、東京、中インター間で同経路の新宿、 東京・日立大田線と共に掲載されていることが多く、その関係で同線を共同運行していた JR バス関東でも案内等がある。現在は全便が茨城交通により運行されている。なお、中インター日立大宮市総合保健センター間発着の乗車券類は同一運賃となる日立大田発着便と共通利用できる。名称については日立大宮が 大宮、大御が、日立大御となっていることもある。2020年4月1日時点では、1日5往復が、運行されている。運行経路、バスタ、新宿東京駅、上野駅、都営、浅草駅、都社インター、コーノス、中市総合センター、ラポール対、富士見台団地入り口、泉入り口、日立大宮市、総合保健センター、山形 J エツネ、JA、常、六田の滝入り口、マイナスや、水前から、 茨城交通大井個営業所歴史かつては JR バス関東も運行していた日立号1988年6月1日に運行を開始した東京都千代田区と茨城県日立市、高萩市を結ぶ路線である。一時北茨城市役所、五浦観光ホテル発着便が運行されていた時期もある。また、一時期すべて日立市発着となっていたが、 2011年7月15日のダイヤ改正で高萩市への運行が復活している。本路線の特徴は平日と土休日の利用者数に大きな差があることで、特に日曜日には平日の3倍程度の利用者数となることもあった。利用者数が少ないため運行開始当初は便視定予約制度を導入していた。その後座席定員制となり、現在は 全便座席指定制である。増便も行われ、2018年12月1日時点では1日21往復が運行されており、内上り2便は、日立中央インターチェンジ経由である。上下とも、全便や田辺東パーキングエリアで休憩する。JR バス関東、茨城交通の共同運行。運行系統歴史1988年11月11日より、 三往復で運行開始した。この路線では、すでに開設されていた、つくば号、水戸号や、日立号と比較して、長距離の路線であることから、所要時間の短縮を図るために途中停車地を高速道路上のバスストップに設定したほか、他路線より、グレードの高い車両を導入した。また、途中の岩木・伊島では、当初より高速バス利用車用駐車場を設置し、 パークアンドライドにも対応させた。運行開始当初より、便指定予約制度を導入している。その後増便され、2013年2月4日時点では、平日1日30往復と休日1日39往復が設定されている。2013年4月1日より1日12往復が、北茨城インターに停車するようになった。 2018年11月1日ダイヤ改正では、平日の運行本数を削減し、土休日の上り便6本が、綾瀬駅、浅草駅に停車せずに、東京駅へ直行するようになり、北茨城インターに停車する便を増やした。ミッドナイト、岩木号の運行はなくなったが、JR バス関東が運行する東京駅23時20分発の、不定期運行便が追加となっている。 2001年7月11日に1日中に往復で開業。東京駅から現在のつくばエクスプレス沿線にあたる千葉県柏市の柏の八区及び流山市を結んだ。東武鉄道との共同運行で2003年3月20日から14往復に増便されたが2005年4月1日には11往復に減便され2006年2月28日。 限りで廃止となった。1999年2月1日に運行開始。鉄道では乗り換えが必要な区間を直行する路線で、都心とベッドタウンを直結する高速バスは、首都圏では初の設定である。通勤にも利用できるダイヤを設定し、一時は3ルートが運行されていたが、つくばエクスプレスの開業後の2007年に完全に並行する1ルートを廃止し、 残りの2ルートも1ルートに再編された。同時に JR バス関東は直接運行から撤退し、運行支援のみ担当していた。2016年12月31日をもって運行を終了した。筑波山に到着したニューツクバネ号。右は一般路線の下立駅業。ニューツク筑波猫1991年4月1日に運行を開始した。 東京都千代田区と茨城県筑波市の筑波山を結んでいた路線である、1日8往復が運行されていた。愛称の由来は、筑波山の遺称、筑波霊から。1985年3月まで、旧日本国有鉄道が、東北本線、水戸線経由で、上野と勝田を結んだ急行、筑波根という列車を運行しており、その愛称を再び用いていた。 東京から筑波山独への観光輸送における直通需要を満たすとともに、国道408号、学園西大通り沿線の研究所など、筑波号ではカバーできない筑波市の八田部、大補、筑波地区の交通を補完する役割を持った。2005年8月24日に、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスが開業したため、この路線も経路を変更した。 特に競合したつくば市西部で利用者数が減少したため2006年9月30日を最後に運行を終了した。なお、全停留所周辺で他のバス路線が通じているため、この路線の休止後に交通空白地帯となった沿線の地区はない。歴史2000年7月25日に運行開始した東京都千代田区と茨城県牛久市、網町、美保村。 稲敷市を結ぶ路線である。運行開始時は1日16往復運行されていたが減便を重ね、2010年5月1日時点では1日4往復が設定されていた。2008年6月30日限りで JR バス関東は直接運行から撤退し、関東鉄道の単独運行となっていたが、2011年3月31日をもって運行を終了した。 歴史 JR バス、関東運行当時の東京江戸先線、2 0 1 2年7月11日、運行開始。東京駅とアミプレミアムアウトレット、龍ヶ崎ニュータウンを結ぶ路線。開始当初は関東鉄道と JR バステックの共同運行であったが、末期は関東鉄道の単独運行となった。全路線が東京駅と龍ヶ丘地区までを結んでいた。 経由地は時間帯により異なり、東京駅を午前中に出発する便と、龍ヶ崎ニュータウン内を14時以降に出発する便のみ、アウトレットルートとして、アミプレミアムアウトレットを経由し、それ以外の時間は、小池ルートとして、北竜大地区を経由していた。上り便は、ヤシオ PA、都営浅草駅、上野駅に停車していたが、被災日も一部の便が、 上野駅に停車していた。運行開始当時より利用者が少ない状況が続き、2013年9月30日にわずか1年で運行終了した。歴史運行開始当初、つくば号、水戸号、ひたち号とも便所なし49人乗りハイデッカーを使用していた。岩木号の運行開始当初は長距離路線であることから36人乗り便所付けスーパーハイデッカーを投入した。 その後、各社、各路線とも便所付けのハイデッカーに置き換えを行っている。吉川、松伏号では、運行当初から他の路線の前運用により運行していたため、担当する支店も東京、立山、宇都宮、小室、長野原と多岐にわたっており、特に東京支店担当便では、ドリーム号や昼特急用のダブルデッカー車も運用に入ることがあった。 ありがとうございます。